はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ガコちゃん様、みナイス様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。あきら様、越谷市内ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。なるべく早くチラシをお送りいたしますので、ちょっとお待ちください。ありがとうございました。安倍総理国葬、心配されていた東京新聞の仲間によるテロも起こらず、無事終了いたしました。ガースの弔辞が泣けたと評判になっておりました。YouTube にも動画がいっぱい載ってるんですけど、脳の老化ですぐ泣くようになったから、見ないようにしないとね、疲労するから、すぐ泣いてしまうので、同じ理由でですね、下げてるアニメがですね、ホタルの墓とあの花と、メイドインアビス。なんか鬱なんだって、メイドインアビス。絵柄は可愛らしいんですけど、ちょっとひどい描写がある。一度見たが、再び見る気にならない鬱アニメ。ダリフラ、サイコパス、などなど。今期もですね、ラブコメか、俺つえしか見てない。これでますます脳が老化してしまうんでしょうか。外国人によるアニメキャラのコンサバリベラル票、左翼右翼票が作られておりました。右側が右、右翼、左側がリベラル、左翼、一番端っこはコミュニズム、一番右端がファシズムって書いてありますね。リベラルコンサバとも書いてあります。一番右上のターニャ・デグレチャフしかわかんないですけど、すぐそれのすぐ左の鎧はゴブリンスレイヤーかな、我々は死ぬ。だが帝国は永遠である。故に帝国は諸君に永遠の奮戦を期待する。これそっくり日本にもハマりますよね。ターニャちゃんの演説なんですけども、我々も親戚一同のために奮戦しないとな。ジョルジュ・メローニ、新イタリア首相がアニオタでした。こんなことばっかりつぶやいて。名前からして、ジョジョっぽいんですけど、ジョルジュ、ジョルジョじゃないのか。メローニ、メローネって暗殺者いましたよね、確かね。でね、こういうツイートをしてたんですけれども、メローニちゃんという名前、日本以外のアニオタ、これラブライブの大原まりだろ。よくわかんない。そっちの方は私見てないんで、プリキュアとかね、そっちの方は私見てないんで、全然わかんない。よくわかんなー。著作権的にいいのかと、海外、アニオタが騒いだんですけど、これはですね、ファンの、首相の、新首相のファン、支持者の絵師さんから送られた架空キャラのメローニちゃんだそうです。日本語でちゃんとか、あと先輩とかも、お母さんとかも通じるアニメの影響で、らしいであります。海外の反応、なんてこった。急にイタリアに親近感が湧いたぞ。イギリス、普通にキャラとして可愛いアメリカ。彼女はいくつかのコスプレイベントにも足を運んでいる筋金入りだ。なんでそんなこと知ってんだ。イギリス、ちょっとイタリアに行ってくる。スペイン、彼女が選挙に勝利したことを誇りに思っている。イタリア、アニメ好きの首相なんていいな。俺たちはまだまだだよ。アメリカ、世界的な呼び名はメローニちゃんで確定。アメリカ。そもそもイタリアでの平均的なアニメ好きは、アメリカの熱狂的アニメファンよりも熱狂的イタリア。イタリアは EU 内日本になってしまったドイツと。1967年生まれの私も毎晩のようにアニメ見ております。このままアニメ見まくる70代になるんでしょうな。ガンが再発せずに、生きてれればね、生きて70代になれたならば、バイデン大統領79歳は見てないだろうが、今後こういう各国史の増えてきますよ。断言しますけれども。まあ、50歳以下だったら、ほとんど見てるよな。キッシーもですね、我が国もですね、自民党のベテラン議員は、嫌でも見て勉強するべきアニメ。その代表作、外国人がみんな知ってるような、ドラゴンボールだの、ワンピースだの、ナルトだの、そういうのは、嫌でも勉強として見ておくべき。せめて閣僚クラスは。岸もアニメ見まくって勉強しろ、外交の時の雑談ネタになるで、それとですね日本の二次元を弱体化させるべきですね、中韓が画策している表現規制に絶対騙されないように、日本改革党は2次元表現規制一切反対しております。騙されんなよって、いい人ぶりたい欲はどっかに引っ込めとけって話ですね。特に自民党のベテラン議員はね、すぐいい人ぶろうとして、すぐね、物分かり言いっぷりして、甘い言葉、綺麗事に騙されて、AV 新法なんか作っちゃって、現役 AV 女優さんも、大弱り、仕事減っちゃった、今のマンションに住んでられない、引っ越しますとか、かわいそうな事案ありますからね。それも自民党の議員のいい人ぶりたい欲求を、利用してですね、たやくすつく、騙されてっからこういうことになっちゃうんだよね。俺は悪い人ですいうぐらいの政治家が、まあ、必要なんでしょうね。国葬反対国会前集会、主催者発表1万5000人、テレビ報道主催者によると1万5000人と、警察発表500人30倍盛り、実際の現場映像なんですけど、もうすっかすかネットの反応です。どう見ても完全敗北。これはごまかしようもないな。統一より気持ち悪い。ボケてて数も数えられないんだろう。こいつらが警備費用を上げた原因。放送を見てたけどアナウンサーが300人ぐらいと明言していた。まるで中国共産党のような増やし方。いや中共だしと、通常10倍盛り程度がデフォルトなんですけれども、今回は安倍が納めとあって随分と持ってきましたね。30倍よく、まあこんな嘘をついて恥ずかしくないのか。恥ずかしくない、盛りすぎだったかもしれません。ネットですぐバレるのに300人って言っちゃったアナは口滑らしたんでしょうね。後から怒られてんじゃないこれ。今後は放送コードにですね、左翼集会の数は主催者発表を待てっていう項目が追加されるんじゃねえかな。2015年の安保法反対の時は確かに1000人ぐらいは集まってました。国会前に。芝木体見物に見に行ったんで、確かであります。どいつもこいつも歯並び悪くて、顔つきが親戚でない連中が、いつもの太鼓でドドンがドンってやってました。あれから7年、随分数減ったな。C 和夫も、福島みずほも出動した全力の安倍川フェスだったにもかかわらず500しか集まんなかった。まあ高齢化が原因だとは思うんですけれども、次はまあもっと減るでしょうね。まるで中国共産党のような増やし方。いや、中共だし。国葬反対デモの中に脇毛ボーボー女子脇毛ボーボー女子がおりました。ネットの反応です。真冬なら私も。日本人の若い女の子ならありえない。脇毛生やすの中国人だろう。金で雇われたから。母国からの指令じゃねえ。自分の葬儀を心配した方がいいような人ばっか。角丸派のビラ持ってんじゃん。普段は沖縄で座り込みしている連中がちらほらと。中国人は処理しないんだって初めて知りました私。今の時期手入れしてない女子も当然いるかもしれませんけど、日本人女子ね。それはいるかもしれませんけれども、その場合は手あげないよね。見せないよね。思いっくそ見せびらかすのは中国人か黒木薫ぐらいだそうであります。懐かしいですね。36年前に活躍した黒木さんを、知っているのは間違いなくおっさんであります。私はギリギリね、18区で、まあ受験とか勉強で忙しくて、お世話になっておりませんでした。それにしてもこのプラカ、思わず殴りたくなる、キッシーを殴りたくなる、出来の良さ。であります。メール党員の皆様にこの画像も送りますんで、ちょっと見て、プッて笑ってください。深刻なアベロスに悩む左翼の皆さん。今頃生きがいなくして、抜け殻になっている高齢左翼も多いんでは。国葬が終わったら何で騒げばいいのか。深刻そうな顔で相談している老人たちの目撃情報もあります。森掛桜も全部安倍総理やってのネタでしたもんね、そういえば。織も掛けも、桜も安倍総理がいてこそのネタであった。魔王に設定してた安倍総理がいなくなれば、それに対する勇者設定の自分らも必要なくなっちゃうしね。何より全部ですね、安倍が言ってりゃよかったんで、楽だったんですよ、あいつら。考えなくてよかった。その深刻な空気を察したが、Cカズオ、国会前集会で、戦いはこれからだと、安倍側ども励ましておりました。共産 C 氏、戦いはこれからだ。国葬反対デモに参加。などなど、ネットの反応です。一体誰と戦ってんの？普段は話せばわかるとか言っておきながら、戦うとか草。憲法の何条に反してるか説明してくれる？安倍側が飯の種だけに必死。早くなくならないかな。日本共産党。一生安倍総理の姿に怯えて生きてれば、一番理不尽なのは共産党。あなたの長すぎる任期も理不尽この上ないです。暴力で世の中変えようっていうやつが、共産主義者が民主主義を過談なっつうの。民主主義の崩壊だともが言ってたらしいですけど、自分ら都合悪いことはですね、民主主義の破壊屋さんが一番破壊しようとしてんの共産党でしょ。まだ終わらんって、いや終わってるよ。安倍側以外考えてこなかった怠慢が悪いんだけど、まあ必死ですよね。まだ安倍総理にしがみついて、恥ずかしくねえのかって、おめえは。全然恥ずかしくないですね。あいつら恥という概念ないですから。共産主義者は戦いはこれからだって途中で打ち切りになったジャンプの、漫画しか思い浮かばないんですけど私、論より暴力共産党、こういう標語思いつきました。語呂がいいな。論より暴力共産党です。みたいなね。昨夜発見したんですけども、吉良よし子3位にブロックされてました。一回も絡んだことねえのに。一回も私話しかけたことも何したことも全然ないのにブロックされておりました。日頃話し合いで解決と言いつつブロック。人の話聞く気全然ねえだろうと。国葬の現場から通報ありまして、今インタビュー受けてるシールズの福田和歌子さん。この後も NHK と共にべったりと一緒に行動しているわけだが、一般参加者みたいに報じるのはどうなんですかねと、現場からの報告が上がっておりました。今はネットでバレバレっすね。福田和歌子っていうのはシールズ幹部だそうであります。奥田と共に、我らの親戚では内連中ですね。福田に喋ってたのは NHK の仕込みだが、現場からの一般人によりすぐバレると。芝木隊にもですね、NHK の AD がいたそうなんで、まあお仲間なんでしょうね。共産党の福田ですって言って、それをね、喋ったのを放送するのはいいですけれども、一般人に偽装して報道はやっぱ悪質ですね。やはり我々が生きてるうちに NHK 潰さないと。10月2日渋谷で NHK 解体でもやります。沿道の NHK 大好き高齢者に配慮して、スクランブルの偽装はします。よろしくご参加ください。そして、参加したけどニュースにならんかった。あちこちで書き込んでください。リアルお知り合いにも言いまくってください。帝国は諸君の永遠の奮戦を期待しています。ということで、デモ参加、メール党員さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。